それじゃあ政治経済行ってみたいと思います。元泉公式が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の長の全体像はこちら。本来は14段落なんですが、まあさすがにちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまってですね、皆さんご覧いただけないので最初の7段落行ってみたいと思います。で、設問形式がこちら。内容1、文政序、そして合政序問題ですね。そして少し迷う問題があるかもしれませんので、ヒントを先にお伝えしておきます。もちろんそれは対比、これは他の学部でも品質でございます。解決の糸口となりますので、対比を意識して頑張りましょう。すみません、まず第1段落でございます。ここは設問に絡まないので一読だけお願いします。さみさん、続いて問いの1番でございます。第2段落を一読していただいた後、検討をお願いします。さみさん、設問の指示の中にパンダと虎の話がありますよね。で、それが本文で言うとここですよね。ですから三角括弧で囲みましたが、この点点点を含んでいる文章中ですね。まずはこの一文と選択肢を比較検討、それで言っていただけるとよろしいかと思います。そしてまず選択肢の A ですが、皆さん政府の話はないですね。で、選択肢の B は small animals、まあ、小動物の話も書いていないと。で、選択肢の C は感情の話がないですね。で、選択肢の D をすっ飛ばして選択肢の E、 economically、 経済の話も書いていないですね。となってくると選択肢の D が良さげですよね。絶滅の危機に瀕している大多数の哺乳類、でそれが皆さん ignore、 無視されております。でそのあたりの内容はここですよね。絶滅の危機に瀕している哺乳類の1/4、それが保護されてませんよ。まさに無視されている様子と合致しますよね。ですから選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いて第3段落でございます。一読していただいた後、こちらの問いの2番ですね。検討をお願いします。まず、設問の指示の変わってきましたよという話がここに該当しますよね。ですから、ここを読んでみると、わかりやすいのは however ということで、しかしながら、前後逆の関係を表す表現がありますよね。で、もちろん絶滅の話をしてるんですが、皆さん文頭にグローバルウォーミングということで地球温暖化の話がありますね。で、その地球温暖化が原因で絶滅につながるんですが、 however の左側、つまり以前はどうだったのかっていうとこれですよね。狩猟が原因で絶滅につながると、それが過去の状況だったんですが、現在は地球温暖化、これが原因となって絶滅につながると、つまりパターンが変わってきてるんですね。ですから、それを踏まえて選択肢を皆さん選んでいただいたと思います。で、選択肢の A は、出だしが climate change という話があるので、いけるかなと思うんですが、様々な種を生み出しているという話はなさそうですね。で、選択肢の B をすっ飛ばして選択肢の C、狩猟が人気になってますと。まあ、それは書いていないですね。で、選択肢の D も、希少動物の話は記載がないですね。で、選択肢の E は、plant eating animals。全く書いてないですね。で、皆さん選択肢の B であれば、ちゃんと地球温暖化の話が来ております。で、それが新しいパターンを生み出していると。まあもちろん先ほどお伝えした通り、昔は狩猟が原因だったんですが、今は地球温暖化、それが原因となって絶滅につながっているわけですから、確かに新しいパターン、いけそうですね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ続いて第4段落と第5段落でございます。こちらを一読していただいた後、この問いの3番ですね。文政序問題でございます。こちらの検討をお願いします。さあ、最初は一体どの選択肢なのかということですが、最大のヒントはこのマイトですよね。ひょっとしたらうにゃうにゃかもしれない。ときたら後ろの展開は読めますよね。そうです。この動画の冒頭にもお伝えしました通り、対比がヒントになりそうですね。そうです。うにゃうにゃかもしれないが、点点点。ですから一番最初に来そうなのは B ですよね。However ということで前後反対でございます。まさに対比ですよね。で、この B の後に何をつなげるのかということですが、実は選択肢 C の文と likewise、同様にと言っておりますので、これヒントになりそうですね。ですから今から読んでいくんですが、この選択肢の C の内容、
これとほぼ同じような内容がこの C の手前に来るはずですよね。だから同様にと言えるわけですね。で、じゃあ皆さん選択肢の C を読んでいただけると、皆さん when から始まって、このコンマのところまでで、例えば successfully、プラスの話をしてますよね。で、皆さん後半読んでみると、このあたりですね。less important ということですから、マイナス。ですから、プラスとマイナスで対比になってるんですね。で、そのプラスとマイナスの対比のお話が選択肢の D にもありそうですね。前半は diversified ということで多様化。ですが、後半は not be valued。これで皆さん、プラスとマイナス反対ですよね。ですから、対比の関係。これがあるから、likewise、同様に、プラスマイナスの話が続いていくと。ですから、順番としては、DC の順番ですよね。じゃあ、あとは残った選択肢の A をどこに入れるのかということですが、これは文との for start。まず第一にと。その内容から判断すると、初めの方に来ますよね。タビさん、本当に初めに置いてしまうと、この my と however の関係性が壊れてしまいますので、まずは B が最初。で、その後に A を置いていただけますとバッチリですね。で、その後に DC とつなげていただけますとよろしいかと思います。ですから正解は BADC。これでよろしいと思います。さあ、続いて第6段落でございます。こちら一読していただいた後、との4番ですね。検討をお願いします。さあ、説明の指示のこちらですよね。生物多様性が増えているという話はここに書いてますよね。で、皆さん、説明の指示の一番最後、because ということで原因理由を聞いております。で、その原因理由はどっかに書いてあるのかなって、皆さん、この点々点を含んでいる文章中をよく読んでみると、due to という表現がありますよね。うにゃうにゃが原因で。ですから皆さん、due to の右側ですよね。三角括弧でくぐりました。ここを熟読すれば選択肢正しいものを選べそうですね。で、そうすると選択肢の A ですが、まずは LR の話がないですね。そして選択肢の B をすっ飛ばして選択肢の C、benefit、恩恵の話も書いていませんよね。で、選択肢の D の文末、科学的に証明された事実、全く書いていませんよね。で、選択肢の E はこちらですよね。人間の環境に害を与えると。それもなさそうですね。で、皆さん、選択肢の B であれば、この三角括弧でくくったところ、特に outside species、外来種と書いてますよね。これが皆さん、alien species、もうそのまんまでございます。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、第7段落でございます。設問は問いの5番ですね。検討をお願いします。で、皆さん、単語の並び替え問題でございますので、解説はホワイトボードでしますね。さあ、皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、注意していただきたいのは、一語不要ですからね。さあ、選択肢はこちら。本文は文頭から書いてますよ。文頭は前置プラス名詞でございますので、括弧でくくって M と表記をしておきます。もちろん M というのは就職後のことですからね。で、その後も前置プラス名詞が連続しております。そうすると、皆さん、先頭にある初めて出てくる名詞。これは並び替え問題であれば 100% 主語でございます。ということは皆さん動詞が必要ですよね。じゃあ皆さん選択肢の中で動詞はどれですかと言われたら B と D ですよね。じゃあ皆さんどっちにしますかということですが、もちろん1990年代の話でございますので過去。ですからデバイスと先頭に置いておきますね。ということですから皆さんメジャーを暫定的にこの辺りに置いておきますね。だと皆さん動詞が決まりましたので、自動詞なのか他動詞なのか。皆さんデバイスどっちですか、考案したよー。なーにょー。ということですので、他動詞。そしてメジャーもそうですね。測ったよー。なーにょー。ということですので、他動詞。ですから、後ろに目的語。つまり名詞が必要ですよね。で、選択肢がね、名詞と言われたら、diversity と way ですよね。じゃあ、どっちにしますか？まあ、わかりやすいのは device。考案するということですが、考案するものは方法ですよね。ですから、way をこちらに入れときますね。となってくると、残りの diversity。それがこの辺りに来るはずですね。そして、way と言われたら数えることができる名詞ですので、まあしかも単数ですからね。となってくると冠詞が必要ですよね。ですから、あを置いときますね。例えば、measure という動詞の原型がございますので、残りの選択肢で言うと、to。それを置いていただきますと、to 不定詞。うまいこと繋がりましたね。ですから、こちらが正解。で、もちろん色分けをしているのは、並べ切った後にどの順番で並べたのか。
それを後で見直ししやすくするためでございます。第1段階で考えたことはオレンジ、第2段階で考えたことは青、そして第3段階で考えたことは緑、その順番で並べたということでございます。ということで参考になさってください。さあ皆さんお疲れ様でございました。政治経済学部講義を言ってみたいと思います。田辺さん、ワースターの全体的な勉強法、これに関する動画はすでに存在しておりますので、まだそちらをご覧になってないという方のために、その動画のリンク先概要欄に貼っ付けておきますので、この後お時間よろしければご視聴くださいね。田辺さん、翌年の形式気をつけてくださいね。変更の可能性が十分ございます。ではカッコ1番からいきますね。政治経済学部の主要な設問形式、内容1、勲章10、会話の問題、それはこの4つの学部とほぼ同じ形式でございますので、練習に持ってこいかと思います。そしてカッコ2番政治問題、こちらは理工学部、そしてカッコ3番自由英作、それは法学部と国際教養、ここでも練習ができます。ただこちらの動画でもお伝えしたんですが、書くべき指針は対比ですからね。これを意識すると構成が決めやすくなります。でもちろんその対比は自由英作以外にも通用しますからね。まあ、解決の糸口と書いてみました。先ほどの文政治問題では対比をヒントにアプローチいたしました。で、出てきたのが情報逆説の関係でしたね。そうです、先ほどはメイとハウェバー、まあ、選択肢の中にはマイトがありましたが、一般化してメイと書いておきます。ですからこの関係性を知ってるとですね、回答速度を上げることができますね。もちろんメイ以外には of course、 そして to be sure、 そして it is true、 このあたりを知ってる方多いかと思います。で、逆説と言われたら but が有名ですよね。まあ、対比はこれだけではないですが、様々な対比関係を勉強できるよう、このヤダッチのスタディもかなり意識して喋っておりますので、活用しながら勉強を進めていただきたいですね。とにかく合格することが最優先ですので、こちら参考になさってくださいね。ということでスクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、ワースターに向かって頑張りましょう。